はようございます。釣り子 TV です。今日はですね、千葉県の豊房ダム、ここを1日頑張ってみたいと思います。じゃあ上の方どうですか、具合。ヘラさんとかって今日いら、あ、本当ですか。じゃあちょっと探検して、ノーシンカーの脇セッティングをふわーっと落としていくような釣りじゃないかな。このゴミの下にいっぱいいんだろうな。じゃあゴミきつすぎか。ルアーが下に行かないもんね。お、来た来た。おお、やっぱ岩盤打ちなんだな。そう、まだ出てくんないかな。いいね。うん。先行で出てくるの。お、出た。レゼルブ。レゼルブ出たぜ、豊房。イエーイ。いいね、ほほほ、追っかけてるとこから見えた。やったレゼルブフィッシュ。はい、豊房、夕方ね、レゼルブとかにも出るようになってきました。ちょっとちっちゃいけど、でも追っかけてきて食うとこから見えましたよ。はい、レゼルブ豊房。はい、じゃあ逃がします。はい、ルアーはリースタイルのレゼルブ、こういうのが効くシーズンになってきましたね。帰り道に引き続き頑張ってます。はい、というわけで帰ってきました。久しぶりの、ほぼ1年ぶりぐらいに豊房ダム行ってきたんですけどね、雑誌なんかでも結構特集されていたりして、ぜひ、久しぶりに行ってみたいななんて思ったんですけどね。今時期としてはスポーニングが終わって、でアフタースポーニングっていう時期になるんですかね。で去年もうちょっと先の時期に行ったんですけども、このもう何週か先になると、ギルネストの時期ですよね。ブルーギルがこういっぱい穴っぽこみたいなこうネストを張って、で、ぐるぐる回っていて、で、そこのすぐ横ぐらいでデカバスが待ち構えている。こういった状況にもしかしたらあったかいしなってないかなと思って行ったんですけどね、まだギルネストは張っていなかったですね。でそういうところにブルフラットとか、あとビッグベイトとか置いて、デカバスが反応するのを、待つっていう感じでやろうかななんて思ったんですけども、そこまでは行っていなかったので、本当アフタースポーニングっていう感じなのかな。で今回もこれ結構楽しい釣りができたので、1匹だけですけどね釣れたんで、今回動画にしてみたんですけども、結構岸際をですね、ボートで低速でバーって走ってると、基本的にはなんかヘラの群れがすごいいっぱい見えるんですけどね。でもそんな中でこう偏光グラスかけて目を凝らしてると、たまに水面をポカーンとも疲れたって感じで見上げているバスがいるんですよね。で船が近づいてもこうもう疲れ切っちゃってるんですかね、そんなに「ああ船ね」みたいな感じで、無視みたいな感じでチラッとこっちは見るけど、そんなに
何にも反応しないみたいな感じのバス、そんなやつを釣るのにこういったレゼルブとかが有効なんじゃないかなっていうことで投げ込んでみたら、で活発なシーズンみたいにこう常に動かして誘うんじゃなくて、投げたらこうなんかこっちももう疲れちゃってんだよみたいな感じで、産卵の終わったワカサギっていう感じですかね、もう疲れ切って水面でポカーンとして死んではいないんだけど、たまにピク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 って動くよみたいな、そういった感じで演出してあげるとですね、非常に、簡単にヒットしてくれたなぁなんていう風に感じました。見えバスがいたら、まあとりあえずこういった小型シルエットでちょっと魚っぽいシルエットのやつをポチャーンと投げて、できるだけゆっくり、こいつの場合この透明の羽がグッと移動距離を抑えてくれるんで、シェイキング入れるとこう微妙にたまに波紋を出しながら弱った小魚みたいな演出すごいしやすいので、で今回ですね、ちょっと水面直下から見上げたらどんな感じに見えるのかななんていうのをちょっと撮ったんですけども、そしたらこの透明の羽が本当目立たなくていいですね。なんか銀色でこう金属のウィングみたいにこうキラキラするっていう感じではなくて、本当こんな感じの透明なんで、下から見上げてもそんなにこれがアピールしないで、ただ一点で止まってることができて、なおかつこうちょっとした魚を呼び寄せる波紋を作り出してくれるっていうことで、でそんな感じでこうバスのちょっとまあサイドっていうんですかね、バスの真上とか進行方向にそのままチャパンって入れちゃうと結構警戒されちゃうんですけども、バスのちょっと離れ目のところに入れて、で波紋を出して、でバスがおってこうバスが自分でこいつのことを気づいたよって思わせたら結構勝負早いんですよね。だからバスのちょっともうここら辺でもいいし、ここら辺でもいいし、バスがこっち向いてたらここら辺に入れて、でシェイキングして、そうするとなんかいいのおってこう本当バスって可愛いですよね。もう明らかに感じで気づくんですよね。で気づかせた場合は結構勝負が早いんで、であとは、バスが見ている時は動かさない、じーっとして、でバスがちょっとあなんだ違うのかって向き直った瞬間にまたちょっとシェイキング入れて、うっ止めておく、ふっとやめた、こんな感じでだるまさんが転んだみたいな感じでバスが見てるときはあんまり動かさないで、これが結構サイトでトップウォーターで釣るミソだったりするんですけども、そんなことやってると徐々に距離が近まってきてですね、でバスも徐々にですねもう気になってしょうがなくなっちゃうんですね。ただそのだるまさんが転んだは、ずっと崩さずにやり続けると、で一番なんだこいつ本当魚じゃないのかって、もう限界の距離まで来た時に見てる時でもいいんでプルプルって動かすとたまらずバコンって食っちゃう、こういった釣り方があるんですけども、ぜひですね、あの霞ヶ浦水系でもいつもいつもね濁ってるわけじゃなくて、水面直下は結構、平行グラスかけてると見える時なんかありますからね、なんかチャンスがあったらそのだるまさんが転んだの要領でこのアフタースポーンのそこまでまだ激しく、追っかけて追っかけてバイトバイトバイトみたいな時期でない時はですね、そんな感じの誘い方なんかも意識してやっていただけると結構ですね結果につながるんじゃないかななんていうふうに思いますんでね。というわけで今回はですね、豊草ダム行ってレゼルブどうなのかなと思って投げてみたら、まあ、ちょっとサイズは、小ぶりでしたけどね、釣れてくれたよ、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。